いやいやありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。いや養分が小吉にファンタ投げてたの、あいつ投げてたんだ。俺に取ってほしくなかったんだろうね、マンスリー1位ね。自分マンスリー1位取ったことないから。まあでもね、一人で堂々と戦ってよ、リスナーさんとね。で、小吉くんは素直に強いわ。ユッピももう歯と気をつけてね、大花火やります。もう素直にもう乾杯しました。もうそれは言い訳するのやめよう。すごかった。すごいわ、レベチだわ、レベチ。アナイスお願いします。で多分もう俺らもう勝てるってやっぱ油断したから、強すぎるわ。誤爆来てる？誤爆来てる。どれ？誤爆。誤爆来た？たぬき枠だからね。誤爆来た？誤爆来た？誤爆来た？どれ？どれ？あらら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 。マジか。マジで。誤爆パトロール動きます。謝るなら晒さないっすよ。政治リスナーなの？え、政治リスナーさん、パトロール隊動きますよ。荒らしてるの俺の枠。お疲れ様です、花火ラス。これうちのパトロール隊今動いてます。誤爆が見つかったらしくて、狐枠、タヌキ枠に変えたんでね。まあさん、ミーターありやす。一生懸命ね、こっちも頑張ってね。さすがに枠取り直してね、バカにしに来るのはやめてくださいよ。誰のリスナーなの？なんで謝らないの？お疲れ様でした、花火ランス。キツネ枠だからってやりたい方で、可愛い顔して。とりあえずお疲れナイスお願いします。いらっしゃい。誤爆気をつけてくださいね。はい、現行犯で逮捕です。現行犯で。ごめん、時間過ぎちゃった。ああ大丈夫だよ。すごい今回は有名なリスナーさんにね手伝ってもらった。みんな知ってる？元しきちゃんの女神って言われてたね、リスナーさんとかにすごい投げてもらってる。聞いたことあります？
ある。うん。でその人とかすごい結構有名な人がめちゃくちゃ応援してくれてました。有名ではね、あの人。うん。いや本当にありがとうございます。いろんなところの社長さんが投げに来てくれました。告知リスナーなんだ。うん。で告知くんは本当にごめんなさい、煽ったら煽り返されました。告知さんを目標に頑張っていきます。はい、告知さんすいませんでした、煽って。はい。うん、それはちゃんと認めよ。どんな気持ち、悔しいよ。でも俺400万ポイント離れてたんだよね。 NG ワードひらがなこっそりす。でも400万ポイントを一時間ひっくり返して500万ポイントまでいけたっていうのはすごい、やっぱすごかったよ。寝ずにね、やって。うん。2位でもね、本当にすごいと思う。うん。やっぱり全力でやることに意味があるんだなと改めて思いました。はい。本当にありがとうございます。マジ長時間やったね。うん。知らないじゃん。俺が見したら、リスナーが政治リスナー、誰リスナーとかって湧いてるんでしょ。さっき政治の枠に誤爆した人だって俺のリスナーじゃないから、誰なのそれ。ピルピルとか知らないよ。リスナーが決めてるんでしょ。うん。知らないでしょ。俺だって知らないよ、このマーっていう人。うん。リスナーが政治リスナー、政治リスナー騒いでるんだろ。うん。私は配信タイガースに勝ってくれたことが、あーチャーリアス、はい、一人で勝ちました。一人でね、あーちゃん。こうやって荒らしに来るでしょう。だからもうブロックしてくね。はい、これのブロックして、うざいのね、うん、しつこいから。で、俺とりあえずまずお腹が空いたのと、で今月もちょっと頑張りたいっていうので、まあ寝てないんですけど、あー、グループにあれやす。一人だからね。うん。いや、リスナーさんとよく戦ったと思う。うん。気が小さいわけ。なんで俺に言うの？俺ブロックしない方なんだけど、これでも。君。ね。最高だった。ありがとうね。なんで、イベントっつうか、1ヶ月終わって、応援してくれてるリスナーと振り返ってるのに、それを邪魔しに来るんだろう。邪魔しないでよ。うん。いちいち。バカにしに来ないでよ。さっきコラボ、俺はデートをしたんだよ。すぐ解散してるし、最後は一人戦ってるからね。うん。配信者に協力なんかしてもらってないよ、俺は。いちいち押し付けないで、俺に。ずっと、リスナーと頑張るってやってたよね。うん、またイベント、あーありやす、うん、いや、まあ楽しかったような、まあでも悔しいな。でもあのやり方されたら勝てないよね、小吉くんにはね。うん。でもあのやり方ちょっとお願いできないよね、俺。自分のリスナーさんにアイテムをたらふく買っといてっていうのはやったことないね。うん、難しいわ。うん、アムチンより強い、はっきり言って。あ、人間味のある配信だ。あ、リーさんもあります。最後ね、ファンタスティック、ファンタスティックあります。まああれは多分裏で連絡取ってないとできないね、確実に。ウサ何してるの？今日からまたメガホン。うん、もう俺は次はもう小吉くんやってたらちょっと考えないとね、さすがにね。いやーマジでリスナーはよくやってくれた、ありがとうございます。もうその言葉につきますよ。
全体的に、まあデイリーは取ってるよね、これ見て。デイリーランキングはまずぶっちぎりで取ってます。デイリーランキングね。うん、負け惜しみやめなって、負け惜しみしに来てんじゃないの、俺の枠にね。何をしに来てんの、うん、多分メガホンも一番もらってるね、メガホンも。うん、デイリーは俺1日で600万ポイント稼いでるから、これはすごいよ、600万ポイント。うん、これはマジですごい。あー、ビーチアリアンス特殊枠で、このマンスリー、あー40万ポイント、でも2000万ポイントもすごいけどね。うん、でもこの人型の観覧はぶっちぎってる。1、10、100、1000万、10万、120万人呼んでるってことだから、うん、120万人ね、この人型は。はい、でまあ配信タイガースにはまあ勝てたと。さすがにダサいよ、メガホン倍以上でダサいとかないよね。うん、むしろいろんな人にメガホンで応援してもらうっていうやり方は俺らしいし間違ってないと思う、俺のやり方は。うん、でまあこうね、5月から交互に撮ってたんだけど、もう小吉さんの時代ですよ。うん、ほら8月9月、もう小吉さんやっぱすごいわ。うん、連覇してる。でも10月ももう1位だよ。もうアイテムが飛んでるんでしょ、おめでとうアイテムが。うん、もう現状小吉に勝てる人いないでしょ。うん、え、負け惜しみっつか、俺称えてるよねすごいって。今負け惜しみ言ってる、俺言い訳してる。うん、言ってないよね。何が負け惜しみなの。うん、いやすごいなーっていう話ですよ。うん、強すぎるわ。うわ、マンスリー1位ってかっこいい。これをよりやりたかったんだけどね。うん、でもナイスは一気に増えてる、400ナイスで。あの僕ですね、他にもやってて、あのなんと、あらら、やってるけど、これ先月のはリスナーさんのおかげで全期間3位に入賞しました。はい、3位入賞、見事に。でナイス3位とマンスリー2位なんで、両方上位なんで、これもやっぱ嬉しいですね。はい、ありがとうございます。うん、これも本当に両方両立して頑張ったって感じで嬉しい。すごいよ。うん、だって小吉くんは、ま、あのマンスリーだけでしょ。うん、俺は結構両立しちゃってるから唯一。うん、これがねやっぱすごいと思う。うん、この両立してまあもがいてね頑張ったと。うん、総合力だから疲れるんだよ、あれもこれもね。で今月はもう始まっちゃってるでしょ。でまずもうイベントは今多分で始まってるんだよね。うん、養分のナイスもおかしくないし、俺のメガホンもおかしくないんだよ。うん、不正とかいいやついるけどね。うん、でも今月はまあどうします。はい、今月はまあナイスは今こうね、またいきなり戦っちゃってるわけだから。うん、あのゼロレスは俺が枠開いたら自分の枠に来るわけで、いちいちあの俺の枠になんかいろいろ書きに来ないで、他のとこのリスナーさんやめて。うん、何でもゼロレスのせいだからね。
今月はキングになろう。イベント出るか今から。もう逆に振り切って、やるか行くか、画面特徴ある。あれ録画なんすよ。生き方がよくやるんだけど、若くんとかねやってるよ。よくね、まあ小吉くんにまでファンタ投げると思わなかった。お金がないお金がないって言ってね、俺にファンタ投げてファンタ投げてってしつこく言う人が、あの小吉くんに投げるっていうのはやっぱ何かしら俺に対しての思いが強いよね。おめでとう花火も。